今後の活動というか、ちょっとね、そうだね、うん、うん、そうですね、具体的なことをちょっと言えないんですけど、いろいろ縁あって、うん、いい方と、うん、知り合いになれたりとかして、まあ、その方がいろいろね、支援してくださったりとか、うんうんうん、まあ、結構大切な出会いができたんですね、うんうん、まあ、それをきっかけに、そうそう、俺はもう、顎の先端しか見つめてないから、俺らの周りはとことんお前の怒ってんとこねえから、俺だけでかんな、まあ、新幹線ぐらい台あんだろお前、あんな5万6万ぐらい、いや内藤さんすっからかんです、5万6万ぐらい、内藤さんに5万生活費として内藤さんに渡しました、5万6万ぐらい、昨日の時点で何百何十円しかなかったんで、当座の生活費として内藤さんがに貸し与えました。5万、6万ぐらい。45歳も5万しかない男。全員だもんね。今ですね。いや、いや。やめましょう、内藤さん。でもないから、俺の試合から初めて会った次の日に30万借りてんだろ。そんな人間に商売やります。初めて会った人間に30万借りるっていう、その、ずうずうしさの度胸がすごい、あいつが。普通、借りようって思わないですよね、30万を。行田君も貸したって言ったよね、20万。会ったことないのに貸してくださいって。お前、人見たら金借りたいのか？そんな人間に金流して、商売やろうって人、本当に一定700万流して、これが仕事成功しますか？何も知識もない、経験もない人間に、500万、700万とか1000万流す人間いるかしたら、もう嘘つきやって、ガールズバーの話、違った仕事もそうだけど、あいつの目の配信を皆さん見てください。目が泳いでたまにこうやって喋ってんだけど、こっちの時にあいつ動揺してるんですよ。これはもうみんな分かってる。うちらの周りは精神的に頑張ってるだけで、お前もハンディキャップ持ってんだから静かにやってろよ。そのうちお前今とかに逃げそうだな。お前、タイソンガールズバーできたら、お前、ガンガン行ってやっかな、お前、遊びに。みんなで、関東、関西人が。お前、行ってやっかな。うん、お客さんだから。行ってあげますよ、お店なんか作ったら。寝たら箱や。お前は、ギャグのエンツマの宝石箱や。